8時46分奥多摩湖にいます。ここは涼しいです。今日はマスト温泉に行きます。そんなドライブ動画です。クーさんに炊き込みご飯のおにぎり作ってもらいました。今日は明けののひまわり、行くよ。早く行こう。こんな橋を渡ります。奥多摩湖ですよ。ふうさん、今日は桃あったら買うの？うん、桃買いたいね。いいのあるかな。ね、いい桃あるといいね。もうすぐ道の駅丹波山です。道の駅丹波山です。こう渋い軽トラが上がってくる。ここは山梨丹波山村、26度です。涼しいぞ。ここは甲州市、左方向です。山梨県です。左方向ですって言われました。すごいつづらなんだよ。つづら折りです。おお。今日は円山だったかな。そっちを抜けて甲府盆地に入ります。仮坂トンネルより一本東京寄りの道ですよ。峠を越えるとすごい景色が開けるはずです。大菩薩ライン、ここは大菩薩ラインです。甲州市になった。あー、スピードは。こっから制限が50キロ。円山市に入りました。トラックが多いな。でも円山市外は24キロで、甲府は42キロ。この道実はノボ好きなんです。仮坂トンネルよりいいね。あ、ハッピードリンクショップが出てきたぞ。ヤマメ釣り場だって。意外高かったんだよね。いくらだっけ。何が。仮坂トンネル忘れちゃった。あ、値段、うん、忘れちゃった。意外と取られたんで600円だった。そう、意外と600円じゃ足りない気がするな。50キロ制限です。なんて言うんだっけな。何、ここも登山口だった。登山口があったってふうさん言ってます。慶長山だったね。あ、慶長山って聞くよね。だったような気がするな。50キロです。登りがきつい。気温が23度になりました。すごいな。標高ガンガン上げてます。いい道だぞ。楽しい。ここが峠ピークです。柳沢峠茶屋、見えるかな。ちょっと車止めます。前からいい風が来ます。雲がちょっと欲しいかな。ここの峠は1472。この先はこんな道が続きます。この先道がぐるりんってします。すごいね、これブルリンとなるんだね。標高を一気に下げます。トンネルになるのかな、うん、どうやるとブルリンになるんだろう。あ、やっぱりトンネルにするんだ。へえ。ブルリンって回るとどうなるでしょう。展望台ありました。今日はもやっていて山しか見えません。この景色はどうかな。すごいね、カーブが。送電線もすごいな。またこのブルリンがあるんだ。2つもブルリンがあります。柳沢第二トンネルって書いてある。柳沢第二トンネルです。自転車で登る人
頑張ってくださいね。私たちは車です。無理無理無理って言わないな無理無理無理です。 8% です。9ないから登れるかな。若かったら挑戦するんだけどね、うん、そうだね。こういう時は高齢者。甲府34キロ、甲府市街まで16キロです。甲府盆地がよく見えます。ね、降りてきたね。もうすぐフルーツライン、ね、今度はフルーツライン入ります。こんなカーブばっかりです。あれが大菩薩なのかな。あー、うん、で大菩薩で今日はもうやってます。大菩薩の湯、うん、すごいんだね。で、なかなか素敵ね。広域濃度フルーツライン、左が甲府盆地、中腹を気持ちよく走ってます。でもこの気温は32度。次は直売所に行きます。バーの坂です。およそ 200m 先、左方向です。左方向です。 JA フルーツ山梨、ここでいいものを買っていきます。おー、綺麗だな。おー、大事。羽田市も美品だ。1000円でこんなにあるぞ。いろんな種類の果樹があります。ここのパンは大きいぞ。シフォンケーキだけどめっちゃでかいわね。結構良心的かも。訳あり品700円、大きいね。川越より一回り大きいね。いや、一回りどこじゃないよ。二回り大きいかな。迷うところだな。中にする？そうだね。あと顔見て考えよう。それかそれあたり。ね。情報です。黄色いやつは高級です。いや、そんなことないよ。同じだよ。1070円だよ。だからこれだと1070円、大きさだよ。そうか。大きさで値段が。強盗じゃないのに。そうね。変わります。とっても立派。黒アワビだけです。あ、タヌキだけだ。花オクラ、珍しいです。オクラの花だと思います。瓶のワインももちろん、この子たちもあります。お買い上げ、温泉でいただきます。明野のひまわり畑にやってきました。規模が大きくて時期をずらして植えているので、こんな感じで咲いてます。あいにくの雷雨が来そうです。山が見えてれば最高だったんだけどな。ここのひまわりは花数で勝負です。あっちのひまわり見に風さん行っちゃいました。遠くのお山とひまわりです。おいしいのかな。いい感じで咲いてます。ツナンとかいろいろ言ったけど、ここが一番気持ちいいかな。気温は31度、でも爽やかでした。背中から涼しい風が吹いてきます。明けのいいところだな。ひまわりさんたちがハイジの村を見ています。ラベンダーも咲いてました。いい香りがしています。クマンバチさん頑張ってる。ここはまだあんまり咲いてないのかな。こ
ここが一番確かにすごい目移りします。あっちの奥まで行ってみよう。前撮りの人もいます。すごいね。ちょっと山が見えてきたかな。こんなもので楽しめます。いいロケーションです。竹のひまわり畑、日照時間日本一らしいです。綺麗だったね。うん、綺麗だった。温泉行くよ、はい、ここから温泉まで23分です。温泉まであと6キロです。このトンネルは迂回なんですよ。新しい道を作っていますって書いてある。ど真ん中走ってくるおじちゃん、怖いよ。避けてよね。なあ鳥居坂トンネル、こっちは今26度です。トンネルを抜けるとどうなるかな。トンネル抜けると涼しくなるかな。残念賞なりませんでした。ここを右に曲がります。マストミラジウム温泉郷、4キロ。今日はビジターセンターに寄りません。左手が水垣湖になります。この先のトンネルを通ると急に涼しくなると地元の方が言っていました。おお、湯気が出てるぜ。今の気温は26度です。トンネルの名前は何かな。塩川トンネルです。トンネルは水浸し。トンネル内は25度。トンネル出るとどうなるかな。あ、24度になった。この先はなぜか行き止まり。右に行きます。水道を抜けるとどうなるんでしょう。あ、23度になった。車の温度計は23度になりました。元の方の言ったことは嘘じゃありませんでした。雨上がりで地面から湯気が立ってます。すとみ厚生寮に行きましょう。落石注意つきました。マストミラジウム温泉郷2はここを曲がります。右方向です。ここを曲がります。続いて目的地は左側です。にゃんこいないかな。ここの気温は25度でした。目的地は左側です。お疲れ様でした。とりあえずつけちゃう。バッカイバッカイ。はい、今日のお宿に到着です。